チャンネル。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。なおチャンネルご覧いただきありがとうございます。以前の動画で三日月カントリークラブさんお邪魔したんですが、その後本日2ラウンド目ということでジョイクスゴルフクラブさんにお邪魔しております。ここはまあミニツアーっぽいジョイクスオープンも開かれる、プロのトーナメントも開かれるコースなんで、グリーンも 9.7 フィートとちょっと速い感じなんで手こずりそうですが、親子3人頑張っていきたいと思います。それでは行ってみよう。行ってみよう。行ってみよう。はい、ジョイクス来ましたね。来ましたね。調子はどうですかね。まあさっきベスト、いやベストじゃねえと思う、86じゃなくて85だったらしいんで、ベストに近いバーディー1個取ってたんで85だったらしいんで、はい、2ラウンド目本日どうなるか分かりませんけど、まあベスト尽くしたいと思いますですね。何でしょう。どうですかね。そうですね、もういつもとスコア変わらんのですけど、まあこのコースで、まあ、100は100切りを目指して頑張ってまいりますですね。何でしょう、はい、ちょっと雨がパラついてきましたが、まあそんなに降らんでしょう。はい、ジョイックスゴルフクラブ光月コース1番ホール331ヤードパー4、ドライバーできます。はい、左サイドのバンカーでした。残り100ヤード50度できます。あー弱い。はい、手前、左サイドのラフでした。残りが35ヤードぐらい。左のちょいフック速そう。2番331ヤード右のカート道方向狙いでいきます。はい、フェアウェイど真ん中、ピンまで90ヤードなんで、56度でフルスイングで行ってみたいと思います。
大丈夫です。ちょい上りのちょいすら、めっちゃ切れた。はい、3番563ヤードのパー5、これは左が安全そうなので左のキー方向狙いでドライバーできます。はい、右サイド OB でした。プレー4からいきます。残りはまあ250なんで池まで180、あ、アゲンストなんで5ユーでいきます。はい、フェアウェイど真ん中から残りが75ヤード、56でいきます。はい、左奥のラフ。はい、4番408ヤード長いミドルホール、左はワンペナ、まっすぐ。はい、フェアウェイ左サイド、残りピンまで190ヤード、4ユーでいきます。ラフかバンカー方向、はい、右手前のラフ25ヤード56、あのカラーに落としたい。
ま。ピン左奥3メートル左の。はい、5番ホールピンまで130ヤードパー3、8番アイアンでセンター狙いできます。そろって正面ラフ。左サイド、左のバンカー方向か。バンカー手前かバンカーか。うん、いい感じ。もうちょいっけ。おいっていった。あ、完璧やこれ。おお、寄った寄った寄った。ワンピン。おお、だいぶいいんじゃない？はい、右手前のラフ。残り20ヤード。左のバンカーから。うわ、出ない。おー、うまい。これは入りげ入りげ。おー、ナイス。右手前パーパット。ナイス。忘れ物なし。チャンネル登録よろしくお願いします。